滋賀県の最北部に位置し、およそ4万年の歴史を持ち、琵琶湖の源流の森林である山門水源の森。県内最大級の湿原があり、環境省の日本の重要湿地500などにも指定されている貴重な森なんです。今日の一押しは4万年前から命がつながる山門水源の森。この森はですね、63.5 ヘクタールという広い森なんです。で、まあ、滋賀県でもこれだけいろんな生物が、多様な生物がいるのはこの森だけですので、なんとかこの状況をね、次の世代につないでいきたいと。保全活動はボランティア団体だけではなく、地域住民や行政とも連携して行われています。最近で一番大きいのは鹿の食害ですね。それが、あると結局貴重な植物もなくなっていくし、ということで獣害防止の作業、それから、まあ、貴重な植物については増やしていくというような作業、それからもちろん一般の方が見えるので、その方々に気持ちよくも歩いてもらえるように、まあ、コース整備とかね、そういうことを、まあ、森のありとあらゆる仕事をしているという状況です。たくさんの人の手で守られている森、足を踏み入れてみることで気づくことがあるそうです。一見緑に見える山も人の手を必要としている場所があるかもしれませんね。地域の中学生たちも森の中に入って環境学習、笹百合の種まきに参加しました。こういういい環境を残していくっていうのは、単にうちの会だけがね感じたらいいものではなくて、やっぱり一般の人たちにもそういう状況を知ってもらって、で特に中学生なんかは次の世代を背負ってくれる子たちなんで、そういう子たちにも勉強も兼ねて、まあ、作業をしてもらおうと、助けてもらおうということをしているわけです。こうやってまた花咲く時もみんなで来られたらいいなと思います。やっぱ地元をやっぱもっと緑豊かにできるといいかなと思います。この西麻布の自然を守ってくださっているのはすごいことやなと思うし、これは自分たちも続けていきたいなって思います。実感のこもった言葉だね。この森を知ってもらうことが次の世代へ引き継ぐための第一歩なんですね。我々があいい森やったなという、その感じを次の世代にやっぱり引き継いでいきたいと。だからそれにはうちの会員だけではとてもねあれなんで、もう一人でも多く県民が参加してもらえたらありがたいですね。一年を通し多彩な表情を見せてくれ、さまざまな生き物の命を支える森。また琵琶湖淀川水系およそ1450万人の大切な水源です。次の世代に引き継ぐために僕らの時代が伝えていかないといけないことがあるんじゃないでしょうか。さあ今日はこの辺でお後がよろしいようで。琵琶湖